刑事、鳴沢良シリーズは、道場味一による日本の警察小説のシリーズ。スポーツ小説、8年がデビュー作だった著者が、第2作目として発表したのが、シリーズ第1作目の、雪虫である。札わり担当の元新聞記者という経歴が、生かされた作品である。また、高校時代ラグビー部のキャプテンを知っていたという過去も、主人公。 鳴沢さの人物像の一部に反映されている。中古文庫より、前十作と番外編の短編集一冊が刊行されている。雪虫刑事、鳴沢さわり波刑事、鳴沢さ熱欲刑事、鳴沢さ五郎刑事、鳴沢さ貴郷気刑事、鳴沢さわりょあだう刑事、鳴沢さわ落刑事、鳴沢さわり秘刑事、鳴沢さ偽装刑事、鳴沢さわ軍刑事、 鳴沢さ七つの証言刑事、鳴沢さ外伝、警部補、鳴沢さ破談は、2005年3月16日に、テレビ、東京系列、BS ジャパン共同制作の、女と愛とミステリーで放送された。主演は、渡瀬恒彦。原作は、第2作、破談。キャストスタッフ2010年5月29日に、第6作、アダウが、刑事、鳴沢さ 東京テロ、史上最悪の24時間のタイトルで、フジテレビ系、土曜プレミアム枠で放送された。視聴率11.3%。2011年5月20日に、第2弾、刑事、鳴沢両に偽りの聖母が、フジテレビ系、金曜、プレステージにて放送。ストーリーは、第一作、雪虫をベースとしており、両が、 新潟県警にいた時の物語で、前作より過去を描くオリジナルである。キャスト主人公、ゲストスタッフ放送日程破談に関するカテゴリー、刑事、鳴沢良、東京テロ、史上最悪の24時間に関するカテゴリー、刑事、鳴沢良に偽りの聖母に関するカテゴリー。ありがとうございます。